は、深夜のテレビショッピング、サクショッピングでございます。本日ですね、こちらのブースに向け発売しようと思っているものを紹介していきたいと思います。こちら、サクチャローケース、まあ、iPhone ケースですね、カバー。まあ、こちらはですね、まあ、ただ単に私が使いたいがために、しかも iPhone6 限定だったんですけど、まあ、ご要望があれば、7でも8でも作ります。はい、こちらデザインはですね、こういった感じの、クッキーとパンダと、桜の花びら迷うな、iPhone ケースとなっております。まあ、デザインもこちらですね、ちょっとザラッとしてますけど、なぜかパンダのところがツルツル、いや素敵ですね。まあ、ただ単に私がパンダのところ色塗るの忘れて、そこだけ透明になったのが、後ろの iPhone ケースが白なので、いい感じにパンダになっただけなんです。はい、こちら iPhone ケースでございます。お値段ちょっと高いんですけどね、2000円と、まあこちらは余裕がある方だけでお願いします。まあ、いらないかもしれない。これは完全に私が欲しいからために作っただけなんですけど。さきか IC カードステッカー、はい、こちらもただ単に私が、最近スイカのシールがボロボロになってきたな、作ろうって思って私が作っただけでございます。はい、こちらは、まあ、私ことさきってことで、さきかということで、はい、ここに満開といった私の中ね、本体みたいなやつがいます。はい、こちらもお値段748円というちょっと高いね。高いシール2枚で高いね。はい、まあ、こちらはほとんどはブースは、ピクシブファクトリーで作ったものの値段なので、ちょっとその値段は私の方では変えられないので、それはご了承。はい、次行きましょう。こちらサクチャロ缶バッジ、まあ、こちらはちょっとひっどう見たって野獣先輩に見えると言われた、サクチャロ缶バッジですね。ちょっとこちらですね、私も試行錯誤で直したいので、こちらだけちょっと非売品で、ちょっとまだこれだけちょっとね、ちょっと非公開にしようかと思います。ちょっと直しますね、いろいろとね。ちょっとサイズもねおかしかったみたいなんでね、こちらちょっと直してきます。はい、クッキーとパンダ、つまり私。はい、ということでね、こちらのクッキーとパンダ、つまり私ということで、スマホに、はい、スマホリングでございます。はい、こちらもね、まあ、ケースを買うとケースがね、いい感じにちょっと見えなくなっちゃうあれなんですけど、まあ、こちらケース買えないなって方はこちら、ちょっとこう今自分でもネタ見て下がってますね。1100円、まあ、考えましょうね。これもね、皆さん、多分買わないと思いますね、とね。はい。まんじゅうシャキシャキ。はい、こちらまんじゅうシャキシャキです。まあ、私をね、ちょっとデフォルムみたいにちっちゃくした、ちょっと最近流行るじゃないですか、このおまんじゅう型とか。そういった感じの私をね、別に手抜いたわけじゃないですよ。別に、手抜いたわけじゃないですよ。人とは別なの作りたかっただけなんです。はい。こちらもアクリルキーホルダーを 75×70 と、まあ、程よいサイズで、はい。1250、高っ。はい、じゃあ次行きましょう。サクサクテープ。はい、こちらサクサクテープ。まあ、マステですね。マスキングテープですね。はい。こちらはね、表面のところが私になってまして、中のシールは、桜とこう点々点々ってあって、こうパンダとクッキーを感じで、はい、こちらも1450円、高っ。たかがテープ100均で買えるわ。というわけでね、はい、こちらもね、別に買わなくていいです。ちょっとこちらはですね、ちょっと自信作なんですよ。こちらは自信作でございますよ。桜マウチーシャツ。はい、こちら桜マウチーシャツですよ。どうですか、これはちょっとシャンティーだと思うんですよ。これはね、こういった感じで手にね、桜がこう落ちてくるっていう感じの、やっぱり私ってほら基本ピンクじゃないですか。で、今まで見せたグッズも全部ピンク仕様。これは完全に男性には持ちづらいものと私は思うんですよ。
なのでできれば T シャツだけでも、ね、男性の方でも着れるものと思ってこういったシンプルなものを作ったんですけれども、どうでしょう、こちらはね、ちゃんと S、M、L、XL と選べる、まあ、T シャツは妥当な値段ですかね、1700円ということですね。はい、まあ、こちらもよかったら私もね、来月あたり、来月、じゃあ今月ですねちょっとキーデビュー入ったらね、ちょっと変わってみようと思います。ちょっと白なんですかね、よいしょ。では次行きましょう。桜咲缶バッジ、かっこ住職さんバージョン。はい、こちらは、住職さんの、絵柄の私の缶バッジでございます。こういった感じですね。はい、デデンと出すと、こう後ろにね、桜の模様を描いた、こうね、住職さんが描いてくださった私の缶バッジでございます。はい、こちらはね、缶バッジが、まあ、25ミリですね。はい、こちら370円となっております。こちらはね、できればお買い上げしていただければね、嬉しいなと思います。はい、あとはもう一つはですね、桜咲缶バッジ確保人バージョン。はい、こちらですね、私が書いた、桜咲缶バッジでございます。はい、こちらもね、こういった感じでちょっとデフォルメでね、書かせていただきましたので、こちらもよければ、まあ、缶バッジなので、しかも小さいので、よかったらお買い上げいただけるととても嬉しいですね。まあ、こういった感じで今後もちょっとね、全然使えないだろうこうグッズをね、ちょこちょこ増やしていきたいと思いますので、こちら、フォロワー1000人突破ということで、こちらの、ブースを、公開させていただきます。はい、ために貯めたグッズですけどねために貯めたグッズでございます。はい、もしよければ、買っていただけると嬉しいなと思います。まあ、でも皆さん無理で買わないでください。本当にこんなくだらないグッズばっかりなんで、あ、でもできればこの缶バッジ2つは買っていただきたいですねこちらはね、やっぱ住職さんと私の共同作業グッズなのでね、はい、こちらは2つはできればいただきたいな。こちらのカバンとかにつけていただけると、私がいつかそれを見つけたときに、まさか私のリスナーさんこと、参拝者さんがこんなところにとか、ちょっと心の中内心喜びながらウキウキして帰れると思うんですよ。はい、はい、こういった感じでね、また何かしら増やしていきたいと思います。ちょっとアクリルスタンドも作ろうと思うんですよ。住職さんで書いていただいた私の立ち絵があるんですけど、そちらでまだ許可取ってなかったんですけれども、それでアクリルスタンド作っていいか聞きたくて、個人的に私が欲しいんです個人的に私自分のグッズがやっぱ欲しいのでだって私今スマホケースも使ってますし、何でしたっけ、このスイカも使ってますからね自分自身で買うグッズ、いや、 やっぱね、欲しいものは自分で作るんですよ。その時代ですよ。はい、そういった感じで、はい、今日は急遽動画を出しました。はい、というわけで、フォロワー1000人ありがとうございます。これも皆様応援してくださってる皆様のおかげでございます。私も何かしら皆様にね、やっぱフォロワーさん、ほらね、返せてない方、やっぱ VTuber さんだけは返すっていうスタイルにしてるのでね、リスナーさんを返してないこともあるので、こういった感じでちょっとお返しできたらいいな、でも高えなこれみたいなお返しになってないじゃないかと思いながらの、動画でございます。はい、皆様今後とも、桜の木バーチャル YouTuber の桜ときを応援していただけると、とても嬉しいです。はい、では今日はこの辺で失礼いたします。したっけー。勘違いすんな競争はお前だ。ドキドキのワクワクの時はなく、エレクトリックギターはどうぞさあ黒すべてをさらかしてみせろよ。ドキドキのワクワクの